皆さんこんにちは。センキャンのよ、センキャンです。皆さん見て、これ辛い芋の漁獲できましたよ。皆さん見て、これあそこセンキャンのハウス。皆さん、私いいこと教えたいです。ここはね、ハウス3月に辛い芋苗、この苗ですね、高価ね、草中の。これも食べてもほかほか美味しいですよ。これね、みんな知ってるかな。これはね、煮ても美味しい、焼きも美味しい。これほかほかする。そしたら酸化すにね、辛いも腐っちゃう。サスナエ、それサスナエ、4月5月は苗の切って畑植える。そしたら今7ヶ月ですね。そしたらもう辛いも植えても終わり。ハウスもビニールも取った。もう今度はまたノータリーそうかな。私はね、掘ってみたらね、辛いもはなってる。皆さんこんな感じ、ちょっと小さいけど、今は小さいけど新しいの、今年の辛いもとっても美味しいだよ。皆さん、おばあちゃんおじいちゃんは知ってるけど、若いはちょっとどうかな。私は煮てるも美味しい。今日は私、辛いもの収穫、ナスビ収穫、オクラ、ヘチマ、全部センキャンの野菜見せたいです。100円まで準備見せたい。今から私、辛いも収穫見て。皆さん、センキャンのトマト隣、アイコいっぱいなってる。私はね、ウェールは好き。皆さん、相手バッソは、この前はあそこ辛いもも、隣も辛いももさすなえして、もう自分でもう終わり、早く乗ったりして、片付け、トマトとスイカ植えて、今もスイカも大きいもなって、トマトもいい感じ。今から皆さんに見せたい。見て、皆さん。あ、ちょっと、今はね、かのや、雨っぽいです。やんだり、降ったり、天気だり、おかしいの天気だ。まあ、そうもないですね。私は嬉しい、楽しい。皆さんの自分で野菜植えて、皆さんに見せたい。うぅ、あんま見れないですね。これはね、空いてるわ、トマト。あっちの方、ところは平地間。いや、ハウスに、ビニール取ったら、ここに、ね、乗って平地間にそうかなと思うし。そしたら、スイカ、皆さん。ちょっと草あるでよ、皆さん、ここは。すごい、見て。はい。見て、皆さん、ここから全部スイカです。いっぱいなってる。昨日はね、お兄ちゃんたちはね、こんなスイカだよ。ラビット、日本のラビット。これですね。これですね。まだね、昨日私見たらね、いっぱいあるです。今どこかな、覚えてない、どこの辺は。まあ、あるです。皆さん、本当あるだよ。こんな感じは、ちょっと草あるけど、スイカある。あっちはヘチマです。今からね。あ、ほんだ。よいしょ。おう。これもあるです。ここでスイカ。あそこにヘチマ、今から乗るです。次、反対の方は、トマト。これもね、あいしょ。はい、これは辛い芋、全部。あとは辛い芋、苗切って、あと、畑は、あとは辛い芋なってる。私、収穫、100円を見せるから。今、雨降ってる。早くなすび、色切る。
皆さん、スリーは、こんばんは。みねさん、今日は、私、仕事は、草取りです。辛いも。そしたら、お昼は、野菜の100円準備。そしたら、畑の収穫。今日は、いっぱいの収穫。そしたら、倉庫の黒詰め。今、終わりました。スリー、皆さんに見せたいです。今日は、ちょっと、多いです。今日はね、私ね、オクラ見て。これはね、ちょっと長いけど柔らかいです。私触ったらわかるです。近くあるです。これはね、見て皆さん、100円です。いつもお客さんは、オクラはね、難しいの、なかなか出しないで。私はね、忙しいで、オクラはね、収穫は、オクラはね、一本で、収穫して、そしたら黒の詰めて大変です。毎日はないです。オクラはたまたまにあるです。私は暇時収穫です。こんな、ちょっと長いけど、オクラだけはね、上だけは簡単けど、収穫は私とっても大変です。そしたら私一生懸命で収穫苦労したら100円ですね。私は自分でお店100円。みなさんとお金入ったら私は嬉しいけど、オクラだけはね、みんなね、お金入ってない私、かー、ちょっとした。ナスビとかいろんな、もう大きいで、黒って早いから。そしたら今日は私はね、辛いも、新しいの、辛いもの、収穫。今日は見て、みなさん。これ100円だよ。3個。あ、これは。3個、4個、100円。これ、天ぷらでも美味しい。煮ても美味しい。今日は種類多いです、皆さん。トマト見て、赤いだ、黄色いで、丸い、いろいろ。これ、100円です。毎日、新しいでしょ。返してね。今日はね、私、お玉は取れない。アイコーと丸いで、ちょっと、こんな感じで。大きいで、こんな感じで。そしたら、これ、100円。次は、ピンマも100円。カボチャも100円。今日もヘチマ、ニワオリ。私はね、いろいろ、こんな感じ。ヘチマだ、ピンマで、これ100円。私はね、ヘチマだけ1本100円はちょっと寂しいかな。そしたら、日本も100円もある。そういうふうな人は、ピンマと、ナスビで100円をそうかな。そしたらみんな喜ぶでしょ。お客さんも喜ぶ買いに、私も喜ぶ売れる。あっちも嬉しい、私も嬉しい。こんな感じです。キュウリもね、3本が4本で100円だよ。ニワウリ？私はね、リワウリはね、1本100円かナスビまで入って3本で、こんな野菜炒めでも100円です。釣りはね、ウリ、皆さん。ウリ、いっぱい、これはね、甘いですよ、皆さん。これ私、ちょっと1個で100円です。これちょっと高いかな、まあ。けど、甘いよ。ほんと甘いだよ。これ甘い。釣りはごぼう。ごぼうはね、今は、ごぼう、ダダさんのところはお休み。私、昨日、収穫した朝はちょっと、2、3本、4本で、これ、100円。たまにね、綺麗だけは2本か3本で、100円。そしたらね、ナスビ、皆さん、おナスビは多い。私はね、ナスビは多い。5本で、5本、6本で、100円だよ。帰りしてね、とってもいいよ、この見て。一個だけじゃないよ。全部見せて。こんな感じで。100円だよ、これ。ほら。実際が大きいが、いっぱい。今まで私ね、ナスビ、いっぱい入れるから、毎日2、3ケレで収穫します。そんな、今日見て、こんな感じで、軽トラックで、これは、せんちゃんの、明日100円の準備、終わりました。ふぅ、これ。はい。皆さん、私、こんな感じで、自分で、毎日、仕事ですの、いろいろ、100円の準備、出す、楽しみ、
嬉しいで、嬉しいか楽しみ、何でもできるです。こんな感じですね、皆さん。はい、今日は最高まで見てくれてありがとうございます。また、センキャンのおよ、見てね。皆さん、センキャンのおよ、登録よろしくお願いします。バイバイ。